皆さんこんにちは、今回は第2回天下一武道会タッグマッチ、パラレルクエストナンバー29やってきます。主な敵が18号そしてトランクス5点いきましょう。何の敵っていうかどうしよう、どうしようかな。ゴテンクスいくか。ゴテンクスに人造人間、じゃあパパを連れてきますか。おっ、ほら僕ぶっ潰してやる。よし、お父さんたちを引き連れていきます。行きましょう。これいいパーティーでしょ。まず18号から行こう。やべえ、めっちゃ観客いるわ。でこれさ、実際さどんぐらい入ってんだろう。この前のゲームくれる約束どうなったっけ。何万人入ってんだろう。埼玉アリーナぐらいで4万人ぐらいいるぜ。よし、これをまずはね、サイヤ人、スーパーサイヤ人終わるまで。あ、やばい、剣山使いやがった。お、マジか。意外とやるね。これ結構逃げれないからね。よし、ゴー。驚いたよ、ここまでやるなんてね。すげえ。人の数、そして上からもねちゃんと撮影されてますんで。さあ行くぞ、スーパーサイヤ人。これ終わりでしょ。よし、これはいい。あとは5点だけだ。やばくねこれ。お母さん、異様じゃないよ、息子に。よし、え、誰くんの。おめえかよ。トレーニング代わりに相手をしてやろう。よし、しかも空飛んでるからね。できているか。まあじゃないか。嘘でしょ。お、戦っていっとこう。お、すげえパーティー来た。決着つけさせてもらうぜ。これはいいパーティーだよ、相手。確かにすごい気だ。悪いけど主役の座は俺がもらったぜ。行くぞカカロット、決着をつけてやる。おい、ベジータ。
お、めちゃ硬いじゃん。やばい、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 この俺が、ちょっと待って、ちょっと待って、待ってください、待ってください、待ってください。やべえ、マジか、あぶね。どうかな。結構やばくないこれ。何これ、なんだか分かんなくなってる、分かんなくなってるって。やばい、これはきつい。やばいよ、強くねこれ。次はもっと興奮させてくれるんだろうな。これ強いよ。一応ですね、ちょっとイベント的にはクリアなんだけど、完璧にクリアしないので、ここはもうね本気出していきましょう。大丈夫です。なんだかんださ、セル一番強くね、マジで。つまらん戦いにはするなよ。よし行きましょう、うん、これだったらもう余裕でしょ。でもあれって絶対現れんのかな。よし、くそ、うん、邪魔だ。これは意外なゲストのご登場だ。あんたには消えてもらうよ。ね、セル軽いわ、マジで。この前のゲームくれる約束どうなったっけ。ダメージやべえよこれ。そういえば、そういうのは試合が終わってからですよね。どっちがたくさん活躍できるか勝負ですよね。パーフェクト仮面やばくねこれ。これこんぐらい強くしてんだけど。ここまで強くするにどうすればいいかな。技を上げて打撃も強くしなきゃいけないわ。まあまあ、セルを目指せ。セルだな俺、だから師匠はセルなんですよ。でパーフェクトカメハメハを身につけたいですマジで。やっぱ強いな。少しはできるようだな。さあ、あとトランクス。子供相手に本気になっちゃうんだもんな。子供相手にね。本当は天界寺武道会は子供の部とかやっぱあったからさ、やっぱね青年のね、この一般の部に出ちゃったのが悪いんだよ。よし来た来た、最強、こいつは一番最強だと思いますね。よし、いやめっちゃ強い。で、ここだよな問題は。ここか。これ強いんだよ。ぶつかり合ってんわ。ほらもう一丁混ぜてもらうぜ。天使だからな。
てなくなれ。カミハミハ。強くね。やばい。マジか。超カメハメハ撃ってくれました。全然食らわねえ。戦いの勘が鈍ってんな。スーパーサイヤ人になりやがって。全然食らわないんだけど、どういうことでしょう。やべ、危ねえ。おいおい、待て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 。そんな戦い方では通用せん。たまに来るぜ。仕事消えてなくなれ。私に気をつけばなくても。仕事消えてなくなれ。このだ、このベジータ様が押されているだ。悟空が全然食らわないんだけど。俺は強いよ。やばい、こいつらやばいぞ。お、やっと食らったよ。まさかこんな奴がいるなんて。おいおい、ちょっと待った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 。元気玉。たくさんの元気を提供していただいちゃう。たな、ここまで強いなんて思ってなかったぞ。ここまでだ。もうちょい。仕事消えてなくなれ。ハミハミハ。やばいよ。よし、こんなところで。あとは父さんだけだ。やばい。終わりだ。よし、まだ修行が足りなかったみてえだ。これは強い、これは強かった。マジでいいぞ。その調子で私を楽しませろ。アルティメットフィニッシュ。よし、ダーブラの服ということで、こんな感じでどんどんね、パラレルの方もクリアしていきたいと思います。ありがとうございました。